時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末、熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
ど底におるあの忍び、特に枷などしておりませんが構わぬのでしょうか。大事ない、刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。月見やぐらが今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりでしょう。お読みかの。そうじゃな、まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、源一郎様も何かお考えがあるのだろうが。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い命を賭し我に仕えよ。狼よ、傷を負って、そうだ、薬水の瓢箪だ。これで傷を、そなたの体、そのの、あの世のこと覚えておらぬのか。はい、いや、今はこの芦名の城を、行為、堀沿いに進んだ橋の下に上一心様より、そう、まずはその橋下の抜け穴を見つけたら、そうだ、足の歯笛で合図、ほら昔その音を頼りに。
狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て、まずは足、あるいはそなたはど御意のままに。御意か。はっ。いや、さあ。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は任せよ。邪魔立てするか、巫女の忍びを。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。
覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。お前さん、その差し詰め言えぬ。わしはお前さんは何故を。ただ屍かどうかもわからぬ野良犬に食わせ。どれほど俺は。そうか。じゃあ主のはアシナの城だが、お前さんを見ればこの左腕。そいつ石腕の狼に仏を白。そいつは任務を見つけたら任務を持ってきたら、そうすりゃ、いきな。巫女様の血がり。わしも詳しく言う、そう呼ばれる主の主を。それ。つけ、お前さんの体。お前さんも、この荒れ寺には、寺を出て右手の広場にも、そうした妙なことになって気が合うかもしれん。そこも、だが死ぬ、そこもぜひ立ち寄っ。そこもとの見事なもの。それがしよう。かように十。お主は死なず、あるいは死ねぬの。そこもとはこの随分と。そこそれがしを使い、お主の死ねぬから。どうじゃ。承知。よし、刀を振らば。しからばまい。
誠に留意この目で何エマ猿お方に猿をすみませんただそう、うん、信用ですがあなたがそれはクスシとしてこの日はいあなた気づいているかもしこの氷炭の薬水は尽きたとて少しクスシとしての助け氷炭種だはい薬新た手に入れたら分かった一つ何だ少し何、うん、白いあざいやならばあるいはうんもうああ無礼をしましたでは手に入れ任務忍び木任務をし敵仕込んだ人殺すあそういずいいつまでどれ貸してみろ ああそこにある優しい顔そいつ
狼よ、我が血と共に生きてくれ。